へえ。おい。お。確かこっちに来たと思ったんだけど、どこ行った？あそこだ！クララちゃん、戻ってきて！おいおい、まさかあいつ。可愛い動物たちと一緒にサーカス界のてっぺんを取りに行きましょうよ。いや、本当もう動物は勘弁してくれ。最高速で成り上がるぜ。
お願い。ごめんね、急いでいるんだ。募金お願いします。弟が病気で手術にお金が必要なんです。おう、いいぜ。ほらよ、100円。すまねえな、これだけでよ。いえ、ありがとうございます。久しぶりに募金してもらっちゃった。そういえばさっき見てたけど、あんまうまくいってないみたいだな、募金活動。はい、そうなんです。頑張って声をかけてもみんな行っちゃって。まさか一人でやってんのか？両親は？手術のお金が必要だから。お父さんやお母さんは遅くまでお仕事してて。そっか、大変なんだな。だからお父さんやお母さんが来れない分、私が頑張らないと。それに、恵まれない子供たちのためにどうか募金を。募金お願いします。募金しちゃいます。ありがとうございます。あの人たちは私と違って見ず知らずの子供たちのためにみんなでお金集めてるんです。それってすごいことだと思います。だから私ももっと頑張らないと。そうか、えらいな、お嬢ちゃんは。ちょっと場所を変えるか。え？闇雲に話しかけてもうまくいかないだろう。もっと目立つところでやらないとな。少しだけ手伝ってやるよ。ありがとうございます。私、めぐみって言います。おじさんは？俺は春日だ。じゃあちょっくらいい場所を探すかな。募金が集まりそうな場所は。よし、あのマダムたちの近くでやるぞ。ごめんね。悪かったな。
悪かったな。すまねえ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
と。お、おい、なあ。私の番ですね。やめんなよ。俺の番。はい、ちょっとね。くそ。金で揉めてプロデューサーぶん殴って廃業しただけの三流役者のくせに。金で揉めて、映画の出演料だったかで揉めて、その勢いでプロデューサーを殴ったんでしょ。一時期その話で持ちきりでしたよ。いや、こいつはマネージャーの女の子を助けようとして結果的に殴っちまっただけだろ。は？マネージャー？そのプロデューサーってやつはイリュージョンのマネージャーだった女に無理やり手出そうとしたんだ。その時にマネージャーを守ろうとしてとっさに殴っちまった結果がこれだ。その後も女の子に話題がいかねえようにずっと一人で耐え続けてきたんだよこいつ。だから、春日さん、いいんですよ。このことは当事者しか知らないことです。でもよ、マネージャーの女、確かにあのプロデューサーは女に関しては悪い話ばかりだった。考えてみれば金で揉めたという話自体あの男が自分で言い出しただけで。じゃあ、あんたは本当に自分のマネージャーを守るために廃業に追い込まれる状況になってもずっとその女性のために何も言わなかったと？鈴木さん、一つお願いがあります。今の話は他言無用です。間違ってもマネージャーだった子を探し出して世に出すようなことだけはしないでください。もしもそうなったら私はあなたを死んでも許さない。あなたのその目、どうやら女性を守ろうとしたって話は本当のようですね。三流は私の方か。
確かにあの事件のことはろくに調べないで報道の内容を勝手に信じていました。本当に情けない。写真は全て消しました。もうデータはありません。そうか。春日さん、今日は本当にありがとうございました。いや、大したことはしてねえし気にすんない。それよりあんたの復活応援してるぜ。ありがとうございます。ですが理由はどうであれ、問題を起こしてしまったことは事実です。それをなかったことにして先へ進むつもりはありません。この町の人たちにも迷惑をかけてしまいました。私のこれまでの行い一つ一つをしっかりと受け止めて、これからお返ししていければと考えています。そしてまた一人でも多くの人たちに感動を与えられるような役者を目指します。まあこの間のファンみたいにあんたの演技で元気づけられる人は多いだろうし、しっかり頑張んな。はい、これは少ないですけど感謝の気持ちです。受け取ってください。それでは失礼します。おう。何のつもりだ。心配はいりませんよ。私は竜様の第一歩を取っただけですから。なんだか久しぶりにいい写真が撮れた気がします。新しい一歩を踏み出そうとする一人の役者のね、たまにはスキャンダルじゃなくて人の背中を押すような記事を書くのもいいですね。ほう、イリュージョン電撃復活、長い沈黙を破り決意のリスタートを宣言なんて、どうでしょう。いいんじゃねえか。改めて彼に取材を申し込もうと思います。もちろん事件の真相を書くような野暮な真似はしませんが、あんなにまっすぐな顔を見せられちゃ応援したくなっちゃいますよ。確かにな。それじゃいい記事期待してるぜ。サインもらっておけばよかったな。私、当の楓って言います。やっと会うことができた。楓ちゃんだっけ。悪いんだけど俺ら前に会ったことはあったっけか。ずいぶん前に一度だけ。私がカムロ町で不良たちに襲われそうになっているところを助けてもらったことがあって。カムロ町でそんなことあったかな。すまねえ、ちょっとよく思い出せなくて。いえ、いいんです。本当昔のことですから。あー、悔しいな。こんな可愛い子助けてたんなら忘れるわけねえんだな。そんな私なんて全然可愛くないですよ。でもずっとお礼を言いたいと思っていたんです。あの時はちゃんと言えなかったから。ずいぶんと律儀な子だな。でも楓ちゃんもカムロ町にいたならすれ。
の？ああ。私のかかってこいよ。ほら来いよ。遊んでくんないか。かかってこい。俺の番。かかってきなさい。時間が経ってもこうやってまた会えたんだからよ。ええ、そうですね。でも私、病室からは春日さんのことよく見てたんですよ。え、そうなの？いつも外から春日さんの声が聞こえてきて、最初はうるさいなーなんて思ってたんですけどね。釣り船返せーとか、まだ蜜が食べてるだろうがーとか、毎日いろんな声を聞いてました。昔からしまらねえな俺は。でも窓から外